皆さんおはようございます。変体仮名になれる35回目の今日はですね、手をテーマにお話ししたいなと思います。七つ入は冒頭部の一番左端の行を見ていただきたいんですが、これが手の並びとなってまして、一番上が天という字の天書体になってます。この下6つの行書体、その大きな文字の本文と左右の振り仮名、これを皆さんと読んでいきたいなと思います。 それでは、いつもと同じように紙と鉛筆をご用意ください。これから6問連続で先ほどご覧いただきました行書体の文字をですね、写していきますので、その文字、そして両脇に振られました振り仮名ですね、これを紙に書いていただければと思います。それではいきます。1問目になります。 2問目です3問目です4問目です5問目ですラスト6問目となります いかがでしたでしょうか。以下回答となります。これは伝えるという字ですけれども、文字自体は旧字体になってますので、 えー、右上の方に書いてあるその字を崩したものになってます。人弁に専門の線ですね。えー、ですけれども、現行では人弁に言うという字の伝えるですけれども、なのでちょっと本文自体が難しかったかもしれません。右側の振り仮名は伝う、る伝,うるう伝えるということですね。で左側が「タスクとあります。まあ「タスく」という言い方は現在ないんですけれども、ポ、えー、ジションにはですね、「スクというのが載っておりましたので、えー、この でおきます変態仮名としましては右側の振りが夏、と競争のとから来ると、つですね、あと多いという字から来るた、まあこれはもう何度も出てきてますので、だいぶ慣れたかと思いますが、つというのがですね難しかったんではないでしょうか。 2問目ですけど、これ、手ですね。手の崩しというのは、もうこれはもうぜひ覚えていただきたいなと思うんですが、手とか年、年の年とかですね、似たような崩しがいっぱいありますので、えー、ぜひ覚えていただきたいんですけれども、右側の振り仮名は、しゆうと書いてますので、しゅということですね。音読みのしゅとなります。 左側が拳ですね。えーまあ、手を拳というふうに読むパターンはないんですけども、まあ、手で拳作りますから、まあ、拳ということなんでしょう、えー。振り仮名自体はですね、えー、原稿の平仮名と同じですが、言はですね、難しいかもしれませんね。この理由の言うから来る言ですけれども、ちょっとこれが読みにくかったんではないかなと思います。3問目は、なんとか手の手ですね。 えー、音読みで「ちンですけれども左側が「あ,あはらや」と書いてますが「まあ、あばらや」ということなんでしょう。ポ、えー、ジションにも載っている読み方となります。えー、変態仮名はですね「まあ、は」だけですけれどもその振り仮名自体はそれほど難しくなかったんではないかと思いますが、えーまあ、ちょっとですね「あばらや」という言葉が思いつかないとちょっとイメージしにくかったかもしれません。 四問目ですけれども、これはそこという字になります。まあ、右側の振り仮名にはっきりそこと書いてくれてますので、えー、真ん中の文字もイメージできたんではないかと思います。まあ、ただ、左側の振り仮名ですね。これがちょっと難しいのかな。えー、ひらがな的にはと、あと繰り返し記号に点々がついてますので、とど。 え回るということで、まあ、ひらがな自体はそれほどでもないのですが「まあ、そこという漢字からとどまる」という読みが難しいですね一応フリー書には「とどむ」という読み方があるようですので、まあ、そこから来てるのかなと思いますけれども「えー、そこと」U 字でした。 5問目ですけれども、これはちょっと印刷が不鮮明ですね。ちょっと読みにくかったかもしれません。えー、真ん中の文字は弟という字の崩しなんですけれども、えー、右側の振り仮名が弟というふうに読みました。弟ということですね。王、えー、は置いてという字から来るを、とは止めるという、まあ、今の現在のひらがなですねで。その下に踊り字があるということになってます。ちょっとですね、えー 塔の左下ぐらいに点のように見えるやつもあるんですけれども、原本を確認しましたら、虫食いの穴のところにちょうど下の文字が映ってまして、なので、それはちょっと無視していただいてですね、弟と,と,というふうに読めばいいかと思います。まあ、これは実際に昔の昔の古事ンにも出てくる読み方であります。でひら左側もです、ね、難しいんですね、これ、えー、むらがるというふうに書いていると思うんですけれども、このルのあたりも虫食ってです、ね、見えにくくなってますが、 うん、この「弟」という字で「群がる」っていうふうに読むのはま今ないわけですけども、えー、これもですね「群がる」という訓がある文字を日本国語大辞典の方で一覧で載せてくれております「和国編」というですね えー、室町時代のお緩和時点にですね、えー、この「村軽」というふうに読む文字の中に「弟」というふうに書いてましたあので、えーまあ、村軽でいいのかなというふうに思っております。6問目ははっきりと「天」と書いてますね。えー、右側の振り仮名が「空」。 あー左側がとということになってますうは曽根から来る相、まあ、原稿のひらがなのうですけれども、えー、これがちょっと難しかったかもしれません、えー、一応ですね字母的には現在のひらがなと同じとなっております。 とということで今回は手シリーズでしたけれども、えーまあ、この手を崩している漢字がですね旧字体を元にするものがあります、まあ、例えば伝えるとか転ぶという字のですね、えー、ですのでちょっとそこが難しいかもしれませんあとはまあ現在のひらがなはこの「点という字から来ておりますけれども、まあ、その他にですね帝王の手から来る手とかですねあとまあユーミニアの漢字の位置と書く、えー、この手が振り送り仮名なんかで使われることなんか もありますので、えー、手に応反の手ですのでね、えー、結構出てきますぜひ覚えていただければと思いますということで今回もご視聴いただきありがとうございました次回もですねまた同様に練習問題を用意しておきますので、えー、ぜひチャレンジいただければと思いますありがとうございました